今ライフタイムプロジェクトっていうプロジェクトをスタートさせてるんです、はい、これ僕が第三者に紹介するときに自分の考えた代名詞3つと他人が紹介するときの違いが出るんです。主観と客観の違いが出る。そういうことで自分を気づかせる。今本が売れてる本ってハウトゥー本だったりとか、まあ、ノウハウ必勝法、うん、でも本が売れてる理由は人が変われないから、だからそういうことじゃない、小手先の表面上じゃないプロジェクトって自己内省して自分の中の自分を探してください。